やばいやばい、遅刻だ。今日はこのクラスに新しいお友達がやってきます。皆さんくれぐれも大阪のノリとかでからかわないようにお願いします。いいね。なあなあゆい、ん、この時期に転入生って訳あり問題児かな。どうやろう。いや絶対イケメンやで。なんで男ってわかるん。匂い。え、東京から来ました玉木宏斗です。来たばかりで大阪に馴染めるか分かりませんが、皆さんよろしくお願いします。一年の転校生やったな。うん、すいません遅れました。やあ香川くん。え、お前誰や。なあ、おかしいやろ。絶対おかしい。俺知らんもん、あの転校生のこと。ほう。しかもすでにクラスの人気もないし、なんか気に食わんっていうか。そういえば、あの子との関係は順調ですかな。ああ、全然やね。何喋ったらいいかわからんし。てか、まだ喋ったことないし。そうですか。なら、その転校生と仲良くしてみてはどうですか。え、なんでそうなの。人気者の転校生と仲良くすれば、自然と他人の目はこちらに向くはずですからな。あと、優しさのアピールも兼ねて。そうか、そういうことか。よ、おはよう。これ使う？え、いらない。あ、そう。お、トマキ、一緒に帰ろうぞ。お、お。ねえ、もうよくない？ゆいちゃんもいないし。あ？僕への誘い方も変だし、アピールもへったくそだし見てて滑稽だよ。は？てか、ゆいちゃんとお前、カツラギは関係ないやんけ。そっか、関係ないのか。せっかくゆいちゃんと仲良くなれるようにしてあげようって思ったのに残念だな。 おい、ちょ待てや。できるんか、そんなこと。うん、できるよ。マジか、ぜひ頼むわ。その代わり、僕の言うことは絶対だよ。お、わかった。しゃあ。いらっしゃいませ。
などうしたんだよ。で、俺は何をしたらいいんや。そうだな、まだ喋ったこともないんだよね。まあそうや。じゃあ一気に仲も縮めたいし、デートに誘ってみよっか。何？お膳立てはしてあげるからさ、明日の放課後誘ってみなよ。ほんま、誘うなんていきなり言ったらちょっとやばない？言ったろ、僕の言うことは絶対って。こういうのはタイミングも大事なんだから。お、わかった。だからちゃうって、朝起きたら体が入れ替わってて。ほんまに？そんなわけないやろ、隕石見たわけでもないくせに。ほんまやって。じゃあ誰と入れ替わってたん？それは覚えてないねんな。はぁ、夢見てただけじゃん。邪魔するね。邪魔するんやったら帰って。あ、いいよ。お前ここで何してんねん。何って、バイトだよ。バイト？彼は昨日入ったばっかりなんだよ。でも仕事もできるし優秀な子だよ。褒めすぎですよ。全然知らんかったわ。もともと知り合いでさ、その関係でここでお世話になってるんだ。へえ。あ、お膳立てはしておいたからさ。はい、これ。え、これめっちゃ高いんじゃん。まあ、なんてことないよ。簡単なプログラムだしね。え？で、明日はいかがなさるおつもりで？そこやねん、そこをマスターに相談したくてさ。普通に誘えば大丈夫だって。その普通が難しいねん。なあマスター、どうしたらいい？気持ちの問題ですな。え？気持ち？後悔だけはすんなってことだよ。そういうことですな。少しは頑張れよ。頼ってばっかじゃ意味ないよ。まあ。あのさ、あ、ごめん、席帰るわ。え？あのさ、貸してくれへん。さっき映せへんかったから。ああ、いいよ。はあ、なんかタイミングって難しいな。いやいや、完全にいけたよ。香川くんが躊躇しなければね。いや、明日なら絶対いける。じゃあ今日って言ったろ、今日できることは今日やるべきだ。大丈夫やって、明日は絶対行くから。明日明日ってその気持ちが。絶対大丈夫やから。ほな、また。
すいません。ありがとう。せっかくのチャンスだったのに。だってさ、そんなん急に言われても絶対無理やん。今までろくに喋ったことないのにいきなりデート行こうなんて絶対変なやつって思われるやん。そんなん嫌やろ。大丈夫だって、そんなこと思うことないって。なんでそんなこと言い切れんねん。ミヤフミヤ、これ以上生き延ばすならもう協力できなくなる。フミヤが思ってるほど時間はないんだよ。え？時間？何の？いろいろと。本当はこんな脅しみたいなことしたくないけど、こうでもしなきゃ動けないでしょ。このままじゃフミヤが後悔することになる。それだけは避けたいんだよ。その気持ちはありがたいけど、誰もお前みたいにスマートにできるわけちゃうねんぞ。俺みたいなやつもおる。そんなやつに無理やりやれなんて無茶な話やね。分かった。もう言わない。好きなようにやれよ。できる限りサポートはするからさ。なんやねん。おはよう。おはよう。誰もおらんのかな。いつもこんな早い？うん。今日は友達おらんの？おらん。ふん。あ、あのさ、これ、ありがとうな。うん、いいよ。それと、あの、よかったら、今度遊園地行かへん？
チケット2枚あるからよかったら。うん、いいよ。え、ほんまに？じゃあ今度行こな。うん、いいよ。今度って言ってもいつぐらい予定空いてる？うん、いいよ。え？うん、いいよ。うん、いいよ。カツラギ、どうして？ごめん、これが限界だよ。え？もう少し長引かせようと思ったけど無理だった。今日君の両親が君の臓器移植を選んだよ。は？ごめん、言ってる意味がさっぱりわからん。走馬灯プロジェクトって言ってね、脳死状態の患者に延命処置を図る実験だったんだ。もちろん両親の合意の上でね。そして僕は君の保護観察員だった。だから全部知ってた。え？7月28日、君は学校帰りの踏切で事故に遭う。まだ思い出さない？でも俺は今まで通り普通の高校生活を。それは文也が望んだからだよ。まだ完全に治す技術はないけど、2年以上の延命には成功してるんだ。は？君は今20歳だ。事故、延命、プロジェクト、分かったから、もういいから。あれ？カツラギ？始まったんだ。もうお別れだね。始まったって何が？あれ？炎上するから後悔するんだよ。おい！そんなこと言っても遅いよね。ちょっと待てって！おい！本当に残念だよ。ヒロト！フミヤ。もう時間だよ。今日だけやねんて、頼むって。さよなら。被験者ナンバー8、香川文也。やはり延命だけでは何も解決できませんね。この子もまた他の被験者と同じ夢を見たということか。